サーティンスムーンの、直弘と言います。僕が青い部屋お世話になって、そうですね、まあ、4年5年ぐらいなんですけれども、ちょうど僕がバンドを始めてすぐぐらいの時にですね、友人の企画でライブに呼んでいただいて、それで出させていただいたのが、初めてでした。でもう入った瞬間が、いわゆる僕がやっていたパンクの汚いライブハウスと違って、すごくムードがあって、ちょっと大敗的で、そしてこうデザインもすごく可愛らしくて、バラのマークですとか、あとこのライトにパンティーがかぶせてあるとか、そういうところがすごく好きで、はい、もうこの雰囲気が大好きで、ここでやらせてもらえる、青部屋でやらせてもらえるっていうのをすごく、いい機会として楽しませていただいてました。で、まあ、こういった四十数年続いた歴史あるところが、まあ、一旦クローズしてしまうということなんですけれども、ぜひともですね、復活していただきたいと思いまして、僕の方も今日最後を飾って、一旦終わってしまいますけれども、またいずれですね、復活の時にこの場を借りて、演奏できたらいいなと思っております。はい、皆さん、応援よろしくお願いいたします。